皆さん、こんにちは、おじさんです。ダイアントですね。やよいしょ。やってみます。どんな感じでしょう。一応、一番人気です。一番人気で外すのがライアンでございます。ということで、いきます。この勝負弱さが、なかなかな、現役時代もな。はぁ、言いながら見たもんな。でも、角にするんなら、割といい馬だったよな。これと、ライアンと、スティーゴールド。あと、誰がいたっけ。こんなもんかな。あと誰かいたよね。2番。なかなか2番。2番に積むにするにはちょうどいい。あと誰がおったかな。といつも勝ちきれない。レース運びをする。結構エアグループもああいうところ硬かったな。2番。あれ、馬券買うのに。馬券買うときに、2番、まあ、馬番、馬連とかね。でも最後3連単とかなんかあったよな、今どうなんか知らんけど。走れ、幸太郎を置いて、幸太郎じゃなくて間違おうか。間違おうって言った方がいいな。アイヌプーディンが先頭走ったんじゃ。どうなんだ、あれがダントツで走るんだろう思ったら。アニュースーディンいたんやな。あれ1になってる。今気づいた。G2G3 を勝つのがライアンだ。 G2G3 を勝つのがライアン。 G1 は勝てなくても G2G3 を勝てるのがライアン。ライアンですね。いけた。あ、負けた。ギリギリ。まあ、ライアンらしかったな。今のあれが出てたら絶対に勝ってたかな。万年2着、やっぱりここで出るか。ということです。ご視聴ありがとうございます。